カール・グスタフ・オスカル・フレドリク・クリスティアン・ベルナドッテは、スウェーデンの王族、スウェーデン王子、エステル・イエートランド公の儀礼称号で呼ばれた。1937年に、帰戦結婚をしたために、王族の身分を失い、ベルナドッテ公を称した。スウェーデン王・スカル2世の三男である、エステル・イエートランド公カールとその妻で、デンマーク王・フレゼリク8世の娘であるインゲボーの、 間の長男として生まれた。三人の姉のうち、自身のマッタは、ノルウェー王大使、オーラブと、三アネアストリットは、ベルギー王レオポルド三世と結婚した。カールは、父親と同盟であるため、スウェーデン王家では彼を、ムッレという愛称で呼んでいた。母親のインゲボーは、息子に、サムエルと名付けようとしたが、王族の名前にふさわしくないとして取りやめている。 1937年7月6日、王族の血を引かない老前伯爵夫人エルザと身分違いの結婚をしたため、王位継承権を呼び、王族の身分を放棄した。義兄のベルギー王レオポルド三世は、カールに、ベルギー貴族としての爵位、ベルナドって公の称号を与え、また彼の男系子孫は、ベルナドって伯爵を名乗ることが認められた。 カールは1951年にエルザと離婚し、1954年にはアンラーションと再婚したものの、1961年には再び離婚した。そして1978年にクリスティーネ・リベルスルッドと3度目の結婚をした。カールは1950年代後半、スウェーデン国中の注目を集めた風水事件の中心人物だった。カールは スウェーデン南部のベクション郊外に広大な所領を持つ高齢のイギリス人、ジョセーフローレンス・スティーブンスから違法な資産以上によって彼女の財産を受け取っていたのだった。スティーブンスはこれにより破滅し、カールは法廷に引き出された。カールは罪をすべて自白したが、裁判所は彼を精神異常と断定し、罪を問える状態でないとして釈放した。裁判の後間もなく、 カールはスウェーデンを出国し、余生をスペインで送った。カールは2003年、スペイン南部のマラガで亡くなった。最初の妻エルザ・フォン・ローゼンとの間に、娘が一人おり、ベルナドって伯爵夫人の姓を名乗った。ありがとうございます。